会の記念始球式を行います。フロンターレ史上初の2回目の始球式を行っていただくのは、ただいま大ヒット上映中に寝る前寝る前スルーでアントニー役を演じている石野大さんです。大きな拍手でお迎えくださいませ。私は古代ローマよりやってまいりましたアントニヌス・ピウスです。皆さん、テルマエ・ロマエ・スルーはご覧になっていただけましたか。まだの方はぜひご覧ください。前回私がここへ来たとき、風間彌紀夫監督がフロンターレに就任いたしました。早いもので、あれから2年が経った。フロンターレも、濃いチームになりましたね。ちょっと待ってください。古代ローマより先方が通しました。まもなく大会が来る今、ワールドカップブラジル大会、大久保選手、日本代表選手におめでとう。先方も楽しめ、ゴールを決めておくれ。アドリアルスより、大久保選手、アドリアヌス皇帝の命令は絶対ですよ。ぜひともワールドカップでゴールしてください。そして今日は待ちに待った神奈川ダービー、両チームの健闘を祈ります。と同時に濃く濃厚な試合を期待しております。濃厚といえばパート1よりも一層スケールアップに濃厚な作品となっております。ぜひとも皆さん会場の方へお出かけくださいませ。どうもありがとうございました。濃厚なご挨拶ありがとうございました。それでは始球式のお準備をよろしくお願いいたします。それでは準備はよろしいでしょうか。それでは参ります。石野さん、よろしくお願いします。